皆さん、こんにちは。リーコです。今日は久しぶりにゲームをプレイしながら、リーコの雑談をしていきたいと思います。最近ポケモンスカーレットにハマりすぎて、そっちばっかりやってました。誰だい？すみません。ってことで、スカーレットより更新頻度は少ないかもしれませんが、リーコの雑談動画もアップしていきたいと思います。すでにプレイしていますが、今回はリバー編をプレイしています。いきなりニョロモですか？スカーレットで爬虫類苦手と言ってたけど、両生類も苦手だな。どっちも克服しなきゃいけないね。それは無理。ってことで、雑談していこうと思います。今回の雑談ネタは、最近あったリーコの悲劇について話していこうと思います。悲劇ってのは立て続けに起こるみたいで、同じ日に2回も悪いことが重なっちゃうんだよね。では、早速お話しします。編集時の3日前、私は自分の車を運転してました。帰宅後、自宅の駐車場に車を駐車していたら、いきなり、バコーン、という音がしました。一瞬、私、車をぶつけた？って焦っていたけど、何にもぶつかってませんでした。じゃあ、よからぬものを引いてしまった？って思ったけど何も引いておらず。自分の車を V8 に見てもらったら、後ろのバンパーが外れてました。いきなりバンパーが外れることってあるの？もうびっくりして気が動転してしまいました。公道を走行中にバンパーが外れてたら、って思ったらゾッとするよ。バンパーが外れたのは良くないことだけど、外れた場所が自宅の駐車場だったから、まだ、良かったのかもしれないな。その後、車を動かしてません。近いうちにディーラーさんに見てもらわなきゃね。そして、悲劇はそれだけじゃなかったのです。その後、気分を変えるために、スイーツ、を食べたんです。スイーツを食べるのに使ったスプーンを洗ってたら、ここで事件が起きます。スプーンがなんと、真っ二つに。折れたスプーンはプラスチック製のやつだったのですが、何年か前にサーティワンアイスクリームを食べた時の、ミニオンのキャラのスプーンでお気に入りだったやつでした。同じ日にこんなことってあるの？もうショックが大きかったです。もしかして、私に変なお化けさんがついてる？そのお化けはわしじゃないけいね。そういえばさまようるちゃんってお化けだったね。まさか、忘れてたの？うん。さまようるかわいそう。物が壊れてしまったのは良くないことだけど、この程度で終わってからまだ良かったのかもしれないな。って話をしていたら、ゴールまで行っちゃった。こんな感じで雑談動画も上げていきますので、見てください。ってことで今日の動画はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。